お、ガーデニングツアーを開こう。新聞配達の方ではないか。おはよう、イモくん。これはダンヒルくん、ダンヒルさんかな？来ましたね。ということはこれ。またイベントの話かな。今日は君に相談したいことがあってきたんだ。相談したいこととは？今、君にこの街の復興計画として様々なことを頼んでいるだろう？それもタダで。そうだね。このままでは申し訳なくて、君に歓迎してあげられるような何かをできないかと頭をひねってね。偉い。ゲームの、ね、主人公って大体こういうの無償でやらされる側なんだけど、それに対して見返りをあげないとなって考える。その精神やよし。非常に素晴らしい考え方の持ち主だな、ダンヒルさんは。ガーデニングツアーというものできないか？それは一体？まだイメージができないが。ガーデンスペースという鑑賞できる庭みたいなものを用意して、そこをお客さんに見学してもらうんだ。庭のデザインや配置するものの調達などは全て君に任せるけど、その代わりに、おえー、そこでもらった金額料全額君に渡すよ。全額。お客さんを俺が集めよう。この町の住人をはじめ、俺の知り合いには庭好きな奴が多くてね。いい庭を見れば見学料だけでそこそこの収入を得られるはずだ。へえ、面白いな、それ。新たな事業に手を出すってわけだな。そうか、君ならそう言ってくれると思ってたよ。それじゃあガーデニングツアーの詳しい内容を決めていくとしよう。まずはこれを君に渡しておくよ。なんだろう。ガーデンスペースの組み立てです。あー。そういうことか。まずはスペースを作ってから上に物を置いて庭を整えてみてくれ。こういったものやその数によって見学料が増減するだろうから、いろいろと試してみるといい。ガーデンスペースの上に置いたものはエディットのコンボに含まれない。そうか、エディットのコンボまだ試してないな。なんか上手にやるといいんだろうけどな。まだわからないことばかりだ。もっといろいろ試すのもありかもね。ガーデニングツアーは毎月11日。イモくんの都合もあるだろうから、毎月2日にツアーをするかどうかは場合によって相談する。おう、なるほどね。じゃあ秋の一発目、次の月に、ガーデニングツアーができるようにちょっと今から頑張っておきたいね。よし、じゃあ早速来月から始めてみるとしよう。そうか、今日11日だもんな。なあ、うまくいかなくても、また来、翌日にリベンジすればいいんだ。気楽にやってみてくれ。まあ言うてもあれだよな、この、エディットするのにそこまでお金かからないから材料の用意とかはあるけど。なんだろうな、そのガーデニングツアーで金額料もらえるってことが決まれば、プラスだけで終わるよな。赤字になることはないでしょうね。今話した内容は、いかやく。俺はこれで失礼するよ。このことは大体的に宣伝しておくでしょう。相変わらず思いついたことが、嬉しくてたまらないようだな。おはようございます。夏の月11日やっていきましょう。ガーデニングツアーの日が本来の日だからちょっとマークがついてるって感じかな。早速行きましょう。さてと、お、トマトの実がちょっとなってきたかな。さて、ポストはこっちか。カリスマな虫取り人。さてと、夏の月はここからしばらくの間ずっと晴れが続くので、牛さんはずっと放牧でいいかな。鶏は多分卵を産んでくれるのが小屋の中だけっぽいので、放牧は夜の前には戻しておかないといけないと思いますが、ガンガン放牧はできるでしょう。初鳥くん、卵を拾ってあげて、抱えてお散歩してあげて、そして餌もあげよう。おやつだよ。おやつをしっかり食べてすくすく育つんだよ。ストレスはどうかな？お、ストレスないね。素晴らしいよ。放牧した方がストレスは溜まるのかどうか気になるところだけど。よし。じゃあお昼の間は放牧してあげよう。山に行きましょう。街もちょっと変わってるね。なんかすごい新鮮な気持ちになるな。ちょっと変えただけでもなんか違う街に来たみたいな気持ちになるぞ、これ。では出荷をしましょう。全然確認をしていなかったんですが、卵の値段見ようか。144。毎日取れるものとしては結構いい値段じゃない？おーとか、ミルクも320まで上がってる。よいぞ。この調子で行きましょう。ちょっくらこの辺りの整備でもやるかな。はい、どっこいしょ。はい、どっこいしょ。ここを切り取ることによって、畑を拡張できるというわけだな。あとは、なんか、新しくできるようになった畑が、
もしかしたら作物の品質を良くしてくれるかもしれないというふうに思うので、ちょっと積極的に新しい畑を作っていくようにした方がいいかな。もしたくさん用意できれば、来月の秋頃にはもう、次の品質の作物ばかりが取れるようになるかもしれないしね。いいぞ。これだけ下の方が広くなれば、この動物のエリアもちょっと拡張したりもできるな。森に行くかな。おっと？なんか来た。森の恵みについて。今ちゃん。これは女神様か？一体どこから話しかけているんだ？来たー。女神様が泉以外のところにいるのはちょっと新鮮な気がするな。パンパカパーン。今ちゃん聞いたわよ。面白いこと始めたんですって？なんかあったっけ？ウキウキ街づくりの子だよ。街を復興させるなんてとっても面白そうじゃない。結構前からやってるんですかね。耳に入るまでちょっと時差があったのか。今ちゃんもとってもやる気なのね。それじゃあこの地域を見守ってる女神として特別に復興に協力してあげるわ。まさか。あれじゃない？鉱石場に行けるように楽譜を隠してあげるわとか、そういうな感じ？違うかな。森の恵みっていうのは何なんだろうな。でも森の恵みっていうタイトルで鉱石場行けるようになるはちょっと違う気もするよな。女神さんは僕たちに何か用なの？しかし、どのタイミングでこれ来たんだろうな。これからイモちゃんに森の恵みを受け取る方法を教えてあげてちょうだい。それとも俺がここに来て、あの恵みは？巨木の叩き方を調べていたからか？女神としてたまには頑張る人間の努力を応援するのも必要なことよ。ふむふむ。わかりました。アリサは女神様に対しては結構従順だな。私は用事があるからこれで泉に戻るわ。やっぱりあんまり長いこと泉を離れられなさそうだな、女神様。シュワ。じゃあ教えてもらおうか。森の恵みを受け取る方法を説明するの。教えてちょうだい。そこにあるでっかい木を見なさい。ありますね。やっぱりこの皮が削れてるところを叩けばいいんだよな、多分。ハンマーで叩くとアイテムがたくさん落ちてくるの。叩くにはコツがいるの。木の根元を見てほしい。やっぱここだよな。この傷がある部分にハンマーを使う。他の部分を叩いてもアイテムは落ちてこないの。叩けるのは一日一回なの。ふむふむ。それは分かってたんだけど、多分この説明を聞かないことには、森の恵み受け取れなかったんだろうな。女神様的にもそんな乱獲されて欲しくなかっただろうしな。ここでようやく解禁っていう感じかな。バカ、まだ取れる石や枝の種類についてちゃんと説明してないでしょ？石や枝が取れるのか。あわあわ。わ、忘れてたの。私が説明するわ。石や枝の中には、いいハンマーやいい斧でしか、筋代にできないものも存在するわ。OK、大丈夫だよ。ちなみに、この町で入手できる斧やハンマーは、小石や小枝を資材にするものよ。枝や石を資材にしたり、針葉樹を切るには、うん。この辺は大丈夫だな。ってことは、もっと早めに、これできるようになってたかもしんないな。なんか、ウキウキ町づくりが始まってから、町の方から森へ直接歩いてくると、発生するとか、そんな感じだったのかな。どうすればいいハンマーやいい斧を作れるかって、それは分かってるでしょ、芋くんも。ちょっとすっとぼけてんな。カジシがいるんだったら組み立てずの一つや二つくらいプレゼントしてくれるでしょ？もちろんただってわけじゃないと思う。仲良くなる好きなものをプレゼント。この二つは必要ね。カジシだったらそうね。宝石や資材になりそうなもの、花をプレゼントするといいんじゃない？すげえ好みをバッチリ理解してんな。まあ本人からも言ってるからな、その辺は大丈夫だったんだけど。まあこれだけ再三にわたって、なんだろうな、念押しのように教えてくれるということは、やっぱり、その様子がすごく大事なんだっていうことを言いたいんだろうな。いいよ、盾で住人を呼ぶんでしょうが。利用するとか言わない方がいいと思うんだが。さすが姉さん、我自衛が働くの。なんですって？あわあわ。じゃあ、芋。しわ。先に自転してしまった。どうですか？あいつ。ということで、私も帰るわ。行ってしまわれたか。いや、でもこれでようやく行けるようになったのかな？早速試してみようじゃないか。いいハンマーだよ、これが。ほらー！どうだ？ゴロ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 。どうだい？
一個だけやないかーい。枝は落ちてないな。たくさん取れるというわけじゃないか、これ。一日一回だからな。まあ、もしかしたらちょっと数が少ないパターンを引いた可能性もあるな。アンズはこの季節にしか取れないレアな食べ物だから、これ一個で他のアイテム10個分に相当するのみたいな感じなのかもしれないな。なるほどね。これで毎日あの木の皮のところはしっかりと叩いておこうっていうことになったわけだね。ん？あなたは？君たちは一体何だ？タヌキか？こんな並んでいるもんなのか、タヌキ。面白いな。この時間帯だからか？初めて見たな。かわいいね。でも相変わらず、恐れられてるな。お？日暮らしっぽいな、聞こえも聞こえる。てか、夕方に来てなかったな。お！赤いちゃお。動物が増えてるな。なかなかいいんじゃないかな。あ、というか、しまったな。夜の分の水やりやってなくない？すっかり忘れていたわ。急いで戻って、もう間に合うか、これ。ちょっと不安ですが。急いで戻るぞ。帰ってまいりました。ちょっと水やりはやっておいた方がいいよな、これ。頑張るぞい。体力的に大丈夫か、これ。ちょっと不安だな。せめてここに肥料を撒くだけはやっておきたいかな。肥料を撒くのも結構体力使うんだよな。まあ、最悪ここだけ、水やりは2回でもいいかもしんないけどな。でもできれば全部やりたいよな。いや、ちょっと玉ねぎまでは追いつかない気がするからトマトだけやるか。体力的にね、今回はそれでいこう。いや、でもいつもにこんなに体力使ってたんだ。さあ、これで寝よう。大丈夫だよな。ギリギリ。それでは本日は寝ます。お、ティーナ登場。来たね。おはよう、イモくん、ちょっとお邪魔するよ。これが新聞配達の子かな？ボイブタウンの DLC の方で話題に上がってたから、この子がなんか記者っぽい子なんだっていうことだけは知っているぞ。喜べ、イモくん。街に新しい住人が来たぞ。君に紹介しようと思って連れてきたんだ。さあ、入ってきてくれ。すごいな。今度はこちらから出向くんじゃないんだな。あ、来たね。この子はティーナさん。やっほー。私の家を建ててくれたのってあんたなの？明るい感じだね。すごくいい家だよ。気に入っちゃった。家を建ててくれたっていう絵面が、字面がすごいよな。私の名前はティーナ。配達業をしながら記者もやっている。事件があればどこにでも取材に駆けつけるから情報提供よろしくね。この街って何かが起こりそうな気がするのよね。特にあんたの周りで。私の鑑定結構当たるのよ。これからの生活が楽しみだ。自己紹介は終わったようだな。こちらの自己紹介は、なんかあまりできてない気もするが。今まで俺が新聞を閉じていたが、ティーナ君がやってくれることになったからよろしくな。おお。なるほどね。新聞配るついでに取材ができるでしょ。こんな機会ってあまりないの。バイトついでにお金も入るしね。まさよくにつまなかったな。ということらしい。街に新しい女の子が来たね。また明るくなるね。なんというかだいぶタイプの違う感じの明るい子だから、本当にガラリと雰囲気変わりそうだよね。新しい職やってきた。仲良くなれるといいな。おはようございます。ということで、夏の住民市やっていきましょう。ん？ちょっと待つにも。急に来たな。楽譜探した。待ち望んでいたやつだぞ。どうした、桜くん。急に来たね。あ、もしかしてこれ住人が増えるたんびかな。その可能性もあるな。だから、ウキウキ街づくりを進めると、住人を一人呼び込めるようになって、で、住人を呼び込めると、楽譜探しが始まるみたいな。そういう流れの可能性あるな、このタイミングということは。今後はそのつもりで進めていくのもありだね。姉さんからの命令で、楽譜を隠してきたの。姉さんからの命令ね。疲れたの。見つけたら回収するの。それじゃあ、頑張って見つけるの。ヒントをくれ、ヒント。ああ。どうやって探せばいいんだ。楽譜がどこかの家に隠されているみたいだ。どこかの家か。
まあそれだけわかればなんとかなるかな。やっていきましょう。楽譜ね。でも冷静に考えたら、このタイミングで発表が来たってことは、ティーナの家だよな。ちょっとティーナの家を探しに行くかな。さあ、町へやってきたぞ。ティーナの家をちょっと探索してみようかな。今、お家にはいないっぽいけど。どこかの家に隠したと言われたら、だいたいティーナの家じゃないかな。あ、もしくは他の家に、急遽隠し始めましたっていう可能性もあるけど。2階を見てみますが、ここが居住地って感じかな？お、あった！川のせせらぎの楽譜を手に入れた。やっぱりだったか。正解でしたね。よく見つけたの、楽譜は回収していくの。後で僕に話しかけるといいな。オッケー、川のせせらぎね。でもこのタイトルからすると、川の近辺で何か新しいことが起こりそうだな。川近辺となると、鉱石場はまた別かな？お。そうか、これ普通に話しかけるだけで、生きるんだな。よく来たの今、川のせせらぎの音色を鳴らしてみるの？鳴らしましょう。今から言う音色を順番にハンマーで叩いてみるの。川のせせらぎの音色は？ミレミレ。ミレミレミソド。ミレミレミソド。ミレミレミファソ、あれ？ドってどっちだったっけ？こっちか？ド。やったかな？ミレミレミソドってこと？うん、いい音色ね。じゃあ、あんたにご褒美はありないとね。そうくら、任せたわよ。今回のご褒美は、川エリアにあるジャンプ機能を使えるようにしてあげるの。ここか。この岩を壊してあげるの。ええー、まあ、やっぱこの辺だよな。壊れましたか。どこに切るようになったんだ、これ。よかったの。次の楽譜は考えついたら知らせるわ。鉱石場はまだまだ後っぽいな。それともさ、意外と、宝石場って複数分かれてて、これで銀が取れる宝石場に行けるようになるとか、そういうのないかな。虫がいっぱいいるぞ。さて、ではこれちょっと使ってみるか。どこ行くんだろうな。よーん。ん？新しい木株だ。レンガ。枝。終わりかい？終わったっぽいぞ。果たしてこれにはそんなに意味があるのか？なんか、今回はちょっとそんなだったけど、たまにレアなのが取れるとか、そんな感じになってるのかな？なるほど、ここに繋がってるわけね。うん。まあ、あれだな、本当に最初の方の解放要素っていう感じなんだろうな。もしかしたらこの新聞配達の家を建てるまでは、もっとスムーズにできる想定だったのかもしれないから、君がちょっと時間をかけすぎただけで、本当はもっと早くに解放するところだからそんなにいいものが取れるわけじゃないよ、みたいな可能性もあるよな。本番は次からとか、そういうのはあるかもしんないね。あとはじゃんじゃん鉄を回収して、街灯を建てて、ウキウキ街づくりを進めていきたいな。街づくりが進めば、おのずと楽譜も手に入れられるようになると思うんだよな。はい、ドーン。何が出るかな？ん？これか。梅でした。せっかくなんでティーナさんとちょっとお話もしておきたいかな。何が好みだろうな。とりあえず無難にお花からプレゼントしてみようか。ムーンドロップはちょっとレアだし、マジックブルーかな。いい香りがするよ。どうだい？誕生日プレゼント。なんだか悪いな。でも、ありがとう。誕生日だったの？それは気づかなかったわ。噂と人脈とメモ帳は記者の命。そこから全てのスクープが生まれる。なるほどね。てか、夏の12日が誕生日だな。今後覚えておかないとね。夏の12日終わり。続きやっていきましょう。おはようございます。牧場物語始まりの第一、夏の月13日、やっていきましょう。さて、お、なんか来てる。そして、なんかトマトも出来上がってるっぽいぞ。牧場の評価、なんか急に来たぞ。作物、
作物の手入れに慣れてきたようですね。皆さん、今の数に満足していませんか？作物を増やしてどんどん育ててみましょう。動物、まだまだこれからですね。生を育むことは奇跡ですよね。改めてその大切さを感じます。配置物、まだまだこれからですね。いろいろなものを手に入れ、配置を楽しんでみませんか？とのこと。どうなんだ？まだまだこれからだよねっていうのを、なんというか、栗を刺された感じ？これで満足してんじゃねえよ、的なニュアンスを感じますね。ですが、望むところだという感じ、行きましょうかね。さあ、トマト。収穫するよ。さあ、結構長い間、期間をかけて育ててきましたが、このトマトがちゃんと品質上がってるかどうか。おー、1.5 か。まあまあ上がったな。悪くないのでは？ふふ、素晴らしいのでは？これはちょっとテンション上がるね。とりあえずまずは全部収穫してみましょう。で、こっから連作できるから、うまくいけばここからさらに品質上がった状態でもう何回か収穫できるかもしれないというのが俺の狙いなのですが、果たしてどうなのかな。ジョババン。所持金は相変わらずちょい少なめだな。よし、それでは再び山に行こうかな。あとは出荷もやっていこう。一応これを第一段階のあれだな、春、夏の作物祭の出品用として想定して残しておくという感じにしておこうかな。連作だから、一回収穫した後もさらに巻くことができる。果たしてこれがどういう意味を持つのか、気になるところだね。いろいろ他にも作りたいものはあるんだよね。ということなので、ちょっと工房を巡っておいて、畑は買ってはあるんだったっけかな？これだね。小石混じりの痩せた畑が作れるパネルっていうのが一番標準的なやつで、最初からあったやつがこれだよね。で、追加したのもこれだったはずなんですが、これ。貝場を混ぜた普通の畑が作れるパネル。これで作物作ったらまた品質良くなるんじゃないのかなと思うので、ちょっといくつか作って、今、植えてあるやつを全部収穫したら、秋にまた新しく育てるときはこっちの畑を使うみたいな。そういうのをちょっとやっていきたいね。意外と貝場がたくさん残ってるわ。よかったよ。普通の畑をここ作りました。ん？書いてあるね。せっかくだし、読んでおこうか。作物を育てるための畑です。石間尻の畑より作物の成長が少し良くなります。作物の植え方を工夫すれば大きな作物を作ることができるかも。これがあれか、春の作物祭でダンヒルさんが言ってたやつか。作物の植え方を工夫すればね。工夫すればっていうのがちょっといまいちわかんないんだよな。なんだろう。その、4マスにまとめて種をまくっていうのを1マスだけにすればいいとかか？この辺はあんまり自分で考えてどうにかなるようなもんではなさそうだな。ちゃんと攻略情報みたいなのを手に仕入れておかないとわかりにくいかもしれない。まあ、自力でちょっと色々試すのもありだとは思うけどね。ガーデンスペース。小石いるんか。あ、でも小さな石材もか。石と石材か。庭を作るためのスペース。これは町の方に設置する系なのかな。これもゆくゆくやっておきたいけど。小さな石材ね。でも作るには結局石を砕かないといけないから、今後見かけた石は砕いてなるべく小さな石材にしておくかな。っていうのもありかもしんないね。OK、とりあえず、良さげな畑を作っておいて、まあ、入れ替えてしまうのもありかもしんないな。この辺りの伐採もちょっとやっとくか？それもありな気はするか。そうだな、先にやっておけば、後で、また生えてくれるかもしんないし。ガンガンやっちゃおう。ちょっとずつ、やっておかないと、一日でドバッとやったりできないしな、この体力的には。その辺はお料理でどうにかしないといけないだろうし。こんなもんか？木材、木材。あとはちょっと整頓してって感じかな。これ広いスペースさえあれば自宅の場所をちょっと移したりもできそうだな。いいよ、そういうのちょっと憧れるよ。道具レベルアップしていいぜ、これ。もうすぐ倒れそう。倒れる宣言だな、これ。よし、お仕事完了。それでは寝ましょう。イベントは新しいの来るかな？